皆さんこんにちは。今回は女子プロゴルフツアー宮里藍サントリーレディスでツアー通算3勝目を飾りました大里桃子さんについて、結婚や家族、好きなタイプやゴルフ活動について調査しました。女子ゴルフの国内ツアー宮里藍サントリーレディスの最終ラウンドが6月9日に行われ、1打差の2位で出た大里桃子さんが通算12アンダーで優勝しました。トロフィーを手にすると、しっかりと自分を見つめ直して優勝できて本当に嬉しい、夢のようと涙を流していました。身長171センチとモデルのような体型で男性ファンから人気が高い大里さん、手足が長くドライバーの平均飛距離は250ヤードを超えます。運動能力やリズム感覚が鋭く、8歳からゴルフを始め、元体育教師の父満さんに鍛えられて腕を上げてきました。全国高等学校ゴルフ選手権大会で頂点に立ち、2018年7月にプロテストを3位で通過。その翌月のキャットレディースで早くもツアー初優勝し、その年の LPGA アワード敢闘賞を獲得しました。しかしその後大スランプに陥ってしまいます。ゴルフライターが振り返ります。腰痛に悩まされ、一時は不安からショートパットを外してしまうイップスの症状も出ました。昨年はシード権を喪失し、最終予選会から出場していました。ゴルフをやめようと周囲に相談しましたが、トレーナーとトレーニング法を見直し、試しに打ってみたフェードボールが良い方向に出ました。自己啓発とメンタルに関する本をたくさん読み、マイナス思考を止めたことも再生につながりましたね。1998年度生まれで、渋野日向子さん、原恵里花さん、勝みなみさん、畑岡奈紗さん、小祝さくらさん、臼井玲香さん、新垣ひなさん、河本結衣さん、高橋彩香さん、吉本ひかるさんらと同じ黄金世代に分類されています。復活した大里さんが女子ゴルフ界を席巻するかもしれません。伊藤園所属の女子プロゴルファー大里桃子さんが可愛いと注目されています。父親の影響で8歳からゴルフを始め、小学校時代から大会で優勝するほどの活躍を見せていました。2018年のプロテスト合格後、すぐにツアー初優勝してシード権を獲得するなどの成績を残しています。女子プロゴルファーの中でも人気があり、インスタフォロワー数は7万人を超え、公式 YouTube チャンネルの登録者数は2万人を超えています。黄金世代と呼ばれる同世代の選手たちと共に日本ツアーを盛り上げてくれる選手の一人として、たくさんのファンから愛されている証と言えそうです。そんな大里桃子さんのプロフィールは以下の通りです。名前、大里桃子。生年月日、1998年8月10日。年齢、25歳。2024年6月現在。出身地、熊本県玉名郡。身長、171センチ。体重、60キロ。血液型、A 型。出身高校、熊本国府高等学校。所属、伊藤園。ゴルフ歴、8歳から。容姿端麗な大里桃子さんは結婚しているのでしょうか。大里桃子さんは2024年7月現在結婚していません。独身なので旦那や子供もいません。まだ25歳ということで、選手としての活躍に集中したい時期なのでしょうね。大里桃子さんに彼氏はいるのでしょうか。熱愛報道などは全く見当たりませんし、元彼を含めて噂レベルのお話も見つかりません。そして現在は恋愛よりゴルフ優先のように見えるので、素直に考えるならお付き合いしている人はいないのかもしれません。ただ海外選手のようにパートナーを公表する人は少ないので、ひっそりと仲を深めている人がいる可能性は十分あります。それに女子プロゴルファーの中でも人気選手なので、なかなか出会いがないという職業ですが、好意を寄せてくれる男性は多いはずです。あとはその中にいいなと思えるような素敵な出会いがあるかどうか、そして何よりもご本人の気持ち次第です。彼女が本気を出したら素敵な男性とすぐに出会えるはずなので、これからも応援しながら温かく見守っていきたいです。大里桃子さんの結婚願望や好きなタイプはどんな方なのでしょうか。以前コメントで、結婚は30歳手前くらいが理想で、自分が納得したらゴルフは引退して主婦業に専念したいかもと語っており、大里桃子さんは結婚願望があるとのことですが、年齢的にもおめでたいご報告が届く日はもう少し先になるかもしれません。そんな大里桃子さんの好きなタイプは竹内涼真さんのような高身長イケメンだそうです。好きな男性のタイプは竹内涼真さんで、背が高くてかっこいい人、もちろん性格も大事で、優しくて面白かったら最高。大里さんの身長は171センチで、竹内涼真さんの身長は185センチですから14センチの身長差ですね。いつ見てもかっこいいですし、
気さくなお兄ちゃんという感じの性格も魅力的です。もしお付き合いできたなら幸せでしょうね。自分より10センチ上の背が高い人が理想なのではないでしょうか。となるとモデルやスポーツ選手などかなりスタイルのいい人が求められていることになります。もちろん理想通りにはなかなかいかないことの方が多いです。ただ世の中には素敵な男性も多いので、ゴルフにつながるようないい出会いと恋愛を経験してほしいですね。それからトントン拍子に話が進む可能性も十分あるので、今後のご報告を楽しみにしています。ちなみに女子プロ仲間たちとテレビ共演した際、全員がゴルフに口出しする人は絶対に嫌だと話していました。そのため仕事には口出ししないで、そっと背中を後押ししてくれるような理解ある男性が第一条件と言えるかもしれません。大里桃子さんは結婚したらゴルフは引退して専業主婦になるのが夢のようです。最近は育休制度や育児施設などの配慮も進んでいます。実際結婚して妊娠出産を経てから復帰する選手もいるので、できるなら大里桃子さんに現役生活を続けてほしいですね。そんな大里桃子さんの父親が原因でできないと囁かれています。理由としてはキャディ兼コーチとして勤めているのが父親だからです。父親の名前は大里満さんと言います。1966年頃の生まれなので年齢は58歳くらいです。年齢は分かりませんでしたが、仕事を辞めて娘のキャディ兼コーチを務めているので顔をご存知の人は多いかもしれません。インスタにも試合中に2人並んでラウンドする画像が投稿されています。父親は元陸上選手で、仕事を辞める前の職業はサラリーマンと紹介されることもありましたが、実際は専門学校の体育教師でした。運動神経抜群で趣味のゴルフもハンディで、クラブチャンピオンに7回輝いたことがある実力者です。そんな父親の影響を受けて大里桃子さんは小さい頃から水泳、バスケ、陸上などに取り組み、最終的には8歳から始めたゴルフに熱中します。それから親子二人三脚で成長し、2015年頃から父親は仕事を辞めて娘のサポートに専念するようになったと2018年のインタビューで答えていました。以前雑誌インタビューにて、お父さんも競技ゴルフの経験があるんですかと問われたところ、父、県レベルの大会や九州アマチュアの予選会に出ていました、クラブチャンピオンには7回なってハンディもゼロまで行きましたが、娘がゴルフをやり始めてそちらに目が行くようになってやめました。仕事は3年前に辞めています。高校3年生に上がる頃には学校から帰ってくるのを待って練習場に行っていました。プロになってからも2人の関係は変わっていません。仲がいいんだなぁと思ったら、大里桃子さんは父親といつも喧嘩していると笑っていました。父親としては気を引き締めさせる意図もあるそうですが、冗談交じりの明るい調子で下手くそ、やめろなどの激を飛ばします。そして弱気のプレーを見せるとすぐに問いただす厳しさも見せるそうです。そのため単純な仲良し親子というわけではありません。ただ親子だからこそ成り立つと言えるような一緒に頑張ってきた強い信頼関係があることは間違いありません。なので大里さんの父親がずっとキャディーを務めているため、父親の目の届くところでゴルフ関係者と恋仲になるのは難しいことが囁かれている理由でしょうね。大里桃子さんの母親大里美也はどんな人でしょう。大里桃子さんの母親の名前は大里美也さんと言います。1968年生まれなので年齢は56歳です。インタビューに応じたことはなく、顔出し画像も見当たりません。そのためゴルフについては高知県キャディの父親が担当しているのかもしれません。ただ大里桃子さんの両親、つまり母親も元陸上選手で体育教師の仕事をしていました。きっと運動神経抜群なのでゴルフをプレーするのかは分かりませんが、もしかすると実力者なのかもしれません。いつか機会があったらいろいろお話を聞かせてほしいですね。なお母子で身長、体重、足のサイズが全部一緒で顔もよく似ていると紹介されていました。大里桃子さんも嬉しそうに肯定していたのでかなり仲は良いみたいです。また兄弟はいるのでしょうか。大里桃子さんには兄が一人います。兄の名前は大里正史さんといい、年齢や現在の職業など詳しいプロフィールは分かりませんでした。ただ父親の意向としては兄をプロゴルファーにして、妹の大里桃子さんはプロゴルファーの嫁に行かせようと考えていたそうです。名前にもそういった思いが込められていて、大里桃子さんはインタビューで下記のように話していました。私は兄がいるのですが、父が本当は兄にゴルフをさせるつもりで、ジャンボ尾崎さんから名前をいただいて兄に正史と名付けました。それで私が生まれたのですが、
父は娘にはゴルフをさせるつもりはなかったらしく、ゴルファーの嫁に行けということで菊池桃子さんからいただいたそうです。母が桃って呼びたかったのもあり、祖母が節子の子をもらえということもあって桃子となりました。生まれた頃からそんな風に思い入れがあったなんてすごいですね。ただ兄は全然ゴルフをやらないそうです。そして妹が女子プロゴルファーに成長しました。親の進歩知らずと言いますか、どんな風に成長するかなんて分かりません。もともとの意向とは違いますが、元気に育ってくれただけで親孝行と言えるでしょう。最後に女子ゴルファーの相棒とも言える愛車についてもご紹介します。憧れの車を週替わりで大里桃子さんは日本各地で様々な名車に乗っていることを明かしています。これまで沖縄、高知ではメルセデス・ベンツ GLB、 名古屋ではアウディ A4、 兵庫ではメルセデス・ベンツ GLE をお借りしましたとのことで、ほぼ毎週相棒が異なっているようです。しかもどの車も絶妙に乗ってみたい車種ばかりでかっこいいですね。毎週異なる自動車の運転は緊張しそうですが、女子プロゴルファーって見えないところでも本当にタフな戦いをしているのですね。もちろん名車ばかりなので乗り心地は抜群、いつも乗り心地が良い車をお借りできて移動もノンストレスですとのこと。毎週のように素敵な車のハンドルを握っていると自然と自動車好きになりそうですね。大里桃子さんの今後の活躍が楽しみです。彼女が持つゴルフへの情熱と周囲のサポートがあれば、これからも数々の勝利を収めることでしょう。私たちも応援し続けますので、次の試合での活躍を期待しています。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。